銀座元次は1979年に創業した銀座に店舗を構える着物店です。女性の着物の専門店、そして男性の着物の専門店がございます。着物の産地というのは日本全国たくさんあるんです。それこそ北は北海道、そして南は沖縄まで様々な産地がありまして、銀座元次は必ずその産地に出向いて、自分たちの目で見て、自分たちの耳で聞いて、自分たちの手で触ったものを自分たちの言葉で伝える、まあ、まさに自分たちは伝える職人でありたいなっていうのは常々思っていると思います。銀座元次では顔の見えるものづくりを大切にしています。プラチナボーイには必ず証紙がついて、プラチナボーイを研究開発した大沼清さん、そして養蚕農家の方、糸を取ったところ、織ったところ、そして染めた方、すべての方のお名前が全部ここの証紙には入っています。それがその一人一人が笑顔になることだし、お客様も笑顔になる。それが未来へとつながると私たちは信じています。